ファンタローザの街です。まあ、まだ外れなんで、すごく田舎っぽいんですけど、って書いてます。かおちゃん散歩中。ファンタローザの街とかおちゃん、車が大きいです。40. アメリカでもマイペースなカブちゃんです。外国行くと国独特の匂いっていうものがあると思ったけど、何にもないです。日本と一緒ですね。あれかな、気候が一緒やからかな、この辺と近いから。韓国行ったら韓国独特の匂い、ハワイ行ったらハワイ独特の匂い、ここは何の違和感もないです。あ、かぶる、どけ、かぶちゃん来た、かぶる、おきめさで、かぶちゃん、かぶる、大きいな。もうこっちのトレーラーはびっくりするぐらいでかいです。日本のトレーラーとどれぐらい違うのか、オーバーサイズがいきます。フェリックス66サンド、この前のうちはルート66らしい。ダイニング、これ何やろ、ダイニングキューって何やろ、ハンバーガーさんなのかな。メキシカン、アメリカン、ニューメキシコ、なるほど。デニーズってハンバーグとか売ってるのかな。エンター入るの。ウィーハブグリルドチキン、グリル&チキン、今日の宿はまたまたモーテル6です。昨日より綺麗でした。部屋ハンバーガーやな。あ、バスケットうまそうやな。